バカ野郎ふざけるなよ。どう避けれんのこれ今のタイミングよ。あ、すでに撃っとくか。おお、死んだ。ハートハート、うえ、難しそうだ。軌道を読もう。はい。かわいいですね。しんどかったよ。ジェットマン買ってなかったら即死だよ今の子。金か、まあいい、金はいらん。なんかニコちゃんマークいる。ニコちゃんマーク、ボス？え？違う、妖精。私はフェイシア、千人を助けて怪物ラウドに捕まってるの。千人、ルート6の滝の下に千人の滝への道をは、シナリオ進んでいる。ルート6、ありがとう。ジャガサガんとこか、ルート6は。いって、ジャガサが強い。ジャガサが強い。半端なく強い。さっき17って書いてあったぞ。なんだよ。うん。ああ、やらしい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 。やらしいやらしい。ほんとやらしい。この石像がいる、合ってるみたい。合ってる合ってる。あのジェットランクがあるから、あ、アクアランクがあるから、これでいくか。モンスターボール臭いぞ。猿がおしゃれをしている。そういう敵か。あの帽子でおしゃれしてるなと見せかけて、実質実質重量物で攻撃してくる。え？ラウドン、千人がお邪魔しているでしょ。なんだ、千人のオーラを吸って長生きするのは消えな。腕ずくでお助けいたす。お、タックラタックラ、千人上にいる。タックラはっ。千人大丈夫か。千人はこれはあいつを倒さないとか。弱っ。ただのタックルの人だった。弱い弱い。フェイシアに来ました。そうか、大したやつ。お礼に術を授けよう。一寸法師の術だ。これがないとこの谷から出られん。ガッツ次第でもっと使えるようになる。わしは力を回復せねば。ありがとう、ありがとう仙人。仙人、しかしどうすれば技を。これ、千人ガッツ、なんだこの画面。一寸法師の術、小さくなって走り回っちゃおう。決定。おお。先がこれで出れる。どうする。違う、明らかに溶岩大したか。おお、こんなとこまで初めて来た。え、すごい。まあ意外と面白いなこのゲーム。こんなとこまで来た。え、どっちだ。7番か。7番行って左回りで上行くか。山頂目指すか。冒険してる感がすごい。ボスっぽいんだけど。ボスっぽいよここ。ほら。これ。あれか、一寸法師の術で倒せないやつか。あれ、わてはこれでも幹部やで。なめたらあかん。後で泣いても知らんぞ。すでにお前の仲間はジーザスたちにやられて崖の下で虫の息らしい。次はお前だ。偵察に行ったジョーだ。くそー。使えない。最弱か、このボス。あ、まさか、まさかもう一回。やばい、あ、やばいやばい、でも当たり判定がなんかない。はい、
クロス、クロスジャンプ。あー、なんかすごいデスピサロみたいになった。えっ、にーガードクリスタル2つあるから、ガード念のために使って、ガードクリスタル使って、ザコを倒さないと降りてこない。しゃがみ撃ちで OK だな。しゃがみ撃ちで OK。 え、1回もう1個使おう、もう1個使おう。バカなこいつ、これも単純か、こいつバカだわマジで。いつ死ぬんだまさか口え、こいつまさかえ、スネ無敵か。弁慶の泣きどころに攻撃が入ってるのにスネ無敵だこいつ。口に入れなきゃダメなんだ。はい、ほんとか、ほんと、どこ、ここ攻撃ポイントがわからん。入ってないのか、なんで、なんだ、角か、あ、な、どこにあんの。え、どこ、いて、え、本当にわかんない。か、口だ、口だ、あいつジェットラングの。やばい、あー気持ち悪い。死にか、わかった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 、口にぶち込まなきゃダメなんだ。口にぶち、はコール買ってないって、嘘、でも買ってなかった気がする。いや、あと1個あったはず、あと1個あったはず、あと1個ある。これはパスワードか、パスワード、まあパスワードコールがないと積んだな。続きは来年、このパスワードの続きから。これ相当長いよこのゲーム。あいつずるいな、まだ3体目のボスでこの強さだからね。来年の1月にまたやるから覚えておいて、こっからやるわ、毎年恒例でやるわ、電撃ビッグバン。くっそあのボス腹立つな。また、明日ね、明日僕の放送じゃなくて、明日 M さんがガーティックフォンやるから、夜9時から、夜9時から、M さんガーティックフォンやるから、またね、会員の人たち入れてみんなで楽しくやりたいですって言ってたんで、絵に自信ある2期ネキたちは、明日の M さんのガーティックフォンに集合で、またお会いしましょう。お相手は坂本龍馬でした。シェアゲインバイバイ。